うちの棚にもまだあるスギッパの新箔、いわゆるスギッパを直す方法を施してみた。おざす。今日はの前にちょっとだけ雑談なんですけど、昨日いじった新箔2500円で売れるかどうかっていうところを試して、まあ、実際にストアの方に出品させていただいたんですけれども、動画公開したのが18時かな、昨日の18時で、まあ、昨日はそのまま寝て、まあ、朝起きて携帯見たらストアの方から通知が来てて、まあ、在庫がゼロになりました、売れました、要は売れましたってことなんですけど、発送してくださいっていう通知がね、ストアの方から来てました。ということで無事に新箔売れました。はい、ご購入いただいた方誠にありがとうございます。いやー、すごいすごい、 YouTube すごい、ありがとうございます。本当に助かります。売り上げっていうのはちゃんと、電気窯の購入の資金に当てさせていただきます。まあ、2500円なんですけど、送料だとか梱包料だとか、あとストアに払うマージン、手数料みたいなものを差し引いたら多少少なくなってくるんですけれども、残った分はね、うちの利益として上がってくるものは全部電気窯の購入当てさせていただきます。34万円目指すんで、まあ、まだまだ先は長いんですけれども、こういう地道な作業をね、どん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 積み重ねて34万円というものを作っていこうかなと思っておりますので、これからもねまだまだ出品していくと思うので、応援の方よろしくお願いいたします。さあ、はい、ということで今日は何するかっていうと、はい、こちらじゃがじゃん、スギッパの新箔でございます。これがね2つある、じゃんと、はい、前の棚で作ってた新箔なんですけれども、まあ日が当たらないところで無理に曲げて、こうやってがっつり曲げたり手入れしたりしてたんで、まあ全部スギッパになりました。まあこいつもそうなんですけどね、これもがっつり弱りました。弱ったんだけど、この棚に引っ越してきて日が当たるようになって、まあ先っぽの方はね、こうやって本場に戻ってきてます。わかるかな、本場に戻ってきてるんで、まあこれからねこの培養を続けていけば全部本場に戻っていくとは思うんですけれども、内側にあるスギッパを透かして本場が胴吹きしてくるスペースっていうものを作っていこうかなと思っております。はい、はい、今日はそんな感じのお手入れやっていきます。じゃあ早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。作業自体は地味なんですけど、意外にねこんだけ刃数があると時間かかるんで、チャチャチャーとやっていきたいなと思います。じゃん、これね太った足元、ほっそりした足元だったんですけど、これね針金でギュギュッと畳み込んだんですよね。それががっつり太ってきて、この隙間がだいぶ埋まってきました。そして針金食い込んでるんで、この針金も外さないといけないなと思っているところでございます。で、先端の方はねこんな感じで本場に戻ってきてる、ビュン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 徒長していい感じに元気なんですけど、まあ、中の方にねスギッパがこういうやつ残ってるんで、これをね除去していきたいなと思っています。こういうやつとかねもういらないんで、じゃんとこうやってチャカチャカと抜いていきます。で、最終的にはねこれも多分ねこの枝しか使わないと思う。ここにねいい感じに胴吹きしてる芽たちがあるんで、おそらくこれらがこれとかこれとかこれね、こいつとかが、まあ、今後のメインの枝葉になっていくんじゃないかなと思っております。だからねこんなでっかいんですけど、まあ、他のところは、ね、ほぼほぼ使わないんじゃないかなという思いでございます。まず足元の針金、ね、外すか、先にねこいつ救出してやらぬと、食い込みが激しすぎて、おりゃもう一箇所ぐらい、やばい、食い込みが激しすぎて針金切りが入らない。
切れたかな。これ。うわあ、がっつり食い込んでる。やばいやばい。ちょっと慎重に外します。ちょっと慎重に外します。ちょっと慎重に外します。はい、針金外すことができました。こんな感じですね。若干食い込み、若干どころか、ちょっと待って、ごめん、めっちゃ食い込んでましたね。この辺りとか若干剥げてしまいました。いやーすごいな。よし、無事に救出完了です。足元掃除するか。はい、軽く掃除します。はい、簡単に足元を掃除しときました。こんな感じですね。はいはいはいと、どこを正面にするかちょっと悩ましいんですけど、まあそれはね、おいおい考えるとして、今日は蓮香市の方をやっていきます。メインの蓮香市ね、蓮香市というか中の方の杉っぱ、いらない葉っぱ落としていきたいなと思います。じゃあやっていきましょうかね。こういうやつ、こんな感じでちゃちゃちゃっと落としていきます。はい、この間だけやってみました。こんな感じでね、すっきりさせていく感じ。はい、これを全ての枝に施していきます。はい、こんな感じで作業完了でございます。だいぶ透かされたの分かるんじゃないでしょうか。先端のね、徒長してる部分に力が乗るように、それ以外の葉っぱ、枝の元の方で弱ってる枝、葉っぱっていうものを徹底的に落として、この先端に力がいくようにしております。はい、このままね、ギュン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 と伸びてってもらって、この内側のね、胴吹き目たちが充実してくれるのを待つばかりっていう感じですね。あと足元もね、もう少し太ってほしいかな、欲を言えば。こんな感じで内側の胴吹き目いっぱいあるんで、この辺がね、充実してくると、まあ、ミニの心拍が作れるんじゃないかなというところ。最終的に外の枝たちは全部落とすことになります。はい、で落としたのがこんだけ、結構な量落としました。でまあ、こんだけ落としたらまた杉っぱになっちゃうんじゃないかっていう意見もあるとは思うんですけれども、まあ経験上いけるんじゃないかと思っております。まあこれもね、実際やってみて、これで杉っぱになるんだったら、まあこれもダメだったんだなっていう経験になるんで、まあこれいけるとは思うんですけどね、大丈夫とは思うんだけど、ちょっともしかしたらっていうところもあるんで、
これも経験として、この量、この残った葉の量、これをしっかり覚えて今後につなげていきたいなと思います。まあおそらく大丈夫だと思うんですけどね、こんだけ残ってりゃ。はい、まあ落としたのもね、ほぼほぼ杉っぱだし、9割9分杉っぱのとこしか落としてないんで大丈夫だと思いますが、一応ね覚えておこうかなと思います。はい、そんな感じで1本目終了。じゃあ2本目いきましょうか。これもね同じ感じで中の方の杉っぱ群を落としていきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。はい、2本目終了です。こんな感じでがっつり杉っぱの部分落としときましたと。ほい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 。でね、これね中の方で二股に分かれてて、下にちっちゃい枝があって、その枝ぐるぐる巻いてる部分があって、そこがねかなり弱ってるんで、一応こいつ生かしたいので、ここはほとんど触ってないです。で外から大きく巻いてるこの部分に関してがっつりね中の方透かしておきました。で取ったのがこれ、こんだけ落としてます。はい、さっきの木からは こっちを落としたやつで、この木から落としたのがこいつね。こんな感じです。すっきりしましたね。これでここにも日が当たるようになると思うんで、ここも少し元気乗ってくるんじゃないかな。一応ね先の 方には本葉出てきてるんで、なんとか生き残ってくれるんじゃないかなと期待しております。当初の予定ではね、ここをめちゃくちゃ元気に作ってここだけでやりくりする予定だったんですよね。でこれ全部陣にする予定だったんですけど、その陣になる予定の方の枝が今のところ元気になってて、中の方が弱ってるので、ここどうにか復活させたいなと思ってるところ。まあ結果ここが枯れたとしたら、また上をねぐにゃぐにゃ曲げて作るしかないかなとか思っておりますが、まあどうなるか分かんないですね。こいつに関しては未来の樹形を構想する前にまずは元気にしようっていう感じでしょう。こんな感じで本場がっつり戻ってきてはいるんで、今後ねまだまだ元気になってくれるでしょう。はい、ということで本日の作業は終了です。終了。杉っぱの心拍2本恥ずかしかけておきました。これとあとこいつね、じゃんと、かなり透かされましたね。うん、これで内側に日が当たるようになって、で内側から胴吹きして、その目で立て替えてっていうのをやっていけば、ちっちゃいちっちゃい心拍になっていくという感じで、はい、なかなか楽しいですね。この杉っぱ直しの過程っていうものもなかなか面白いところがあるかなと思うので、杉っぱの心拍わざわざ杉っぱにする必要はないとは思うんですけど、杉っぱになっちゃっても諦めずに楽しんでいけばいいのかなと思います。じゃあそんな感じで本日の作業は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。